キモいみたいな感じで、で聞いてみたら、うんうん、思ったものをだいぶ超えてくるみたいな。ででん、はい、美しいカレーということでですね、はい、こちらでございます。やっぱり作品の総合的なものと小野優さんの演技力の高さっていうのが堪能できるっていうことを考えると、やっぱりこれは本当にもう絶対絶対入れなきゃいけないあの CD なのかなって思って入れさせていただきました。で今回あのまあね、ドラマも前やってたじゃないですか、うん、まあドラマも見まして、で久しぶりに CD を聞き直してみた、はい、聞き直してみたんですよ。でそうするとやっぱなんか私はドラマの世界にこう行っちゃってたので、なんかめっちゃ引き戻されたというか、これだったこんな感じだったこの2人はと思ってすごい楽しめたんですけど、あの2作連続であのこの前出たね、あの憎らしいカレー、憎らしいカレーも一緒に聞いたので、美しいカレーから継続して、そうしてみるとやっぱりなんか、小野優さんのここに書いた通り、どんどんヒラが馴染んでいる、キモすぎる演技にご注目ということで、もうなんかヒラがなんかもう一部とかしているというか、小野さんの中で、小野優さんの中でもうヒラがもう完全に馴染んでいて、その一巻の美しい彼の時よりも憎らしい彼の時の方がものすごい演技の感じがリアルになっていて、めちゃめちゃびっくりしたんですよ。なんかもうそのまま喋ってるだけじゃんみたいな、演技してるとかじゃなくないみたいな感じになっていて、そこまでなんか役を消化できてるっていうのは本当にすごいなって私自身聞いてて思いました。なんかもうキモすぎてびっくりくらい、もうどんどんキモくなるんですよ。なんかこれ聞く前って言うてキモいって言ってもそんなキモくないでしょってきっとみんな思ってると思うんですよ、はい、私も思ってたし、はい、でなんかそんなみんな気持ち悪い気持ち悪いって言うけど、でも言うてやっぱ生身の人間だから本気で気持ち悪いなんて思ってないでしょみたいな思ってないでしょと思う、わーキモいみたいな感じでちょっと言って軽めに言ってんじゃないのとかって思って聞いてみたら、なんか思ったものをだいぶ超えてくるみたいな。そう本当にね、なんか本当さっきも言った通り、もうイケボーなんですよ、小野優さんって基本が。だから本当にイケメンになっちゃうはずなんだけど、これ、まあ、もちろんね、ヒラはあの実はイケメンって役ではあるから、ね、お姉さんその意味ではめちゃめちゃぴったりだと思うんですけど、ここまでキモい演技できるんだみたいな。で私思うのは、小野優さんって結構大げさに演技される方だと思うんですよ。はい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 。なんかリアルなお芝居というよりは、確かにもう少しアニメ寄りというか、う結構大げさにいろいろお芝居される方だと思うんですけど、ね、なぜかそれが全然痛くないっていうか、なんかもうそれでいいよみたいな、うんうんうん、それでもうちょうどいいみたいな感じに感じれるっていうのが、うんうん、もうどういう仕組みって思っちゃうんですよ聞いてて。確かに、ね、だからそこがなんかそのヒラっていう役とすごいシンクロしてめちゃめちゃ合ってたところなんじゃないかなってすごい感じましたね、うんうん、やっぱりこの作品は皆さんね、皆さんご存知かとは思うんですけど、同じ高校で暮らしていたじゃない同じ高校に通っていて同じクラスになった2人なんですけど、カースト上位の受けと、もう最底辺カーストの攻めが、いじめっ子いじめられっ子みたいな、まあ、そういう曖昧な関係の中でこう関係を詰めていって、うん、まあ、大学卒業後に再会し、そこからちょっと恋人関係に発展していくよみたいな話になっているんですね、うん、だからそこから、いや私はやっぱり2巻の憎らしいカレの方が結構好きなので、うん、なんかその2巻くらいになってくるとやっぱお仕事描写とかも結構出てきたりとかするじゃないですか、うん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 、で原作の方もそうですけど、 その恋だけじゃない部分とかを結構しっかり CD に落とし込んでくれてるので、本当に。であの脇が森川さんとかね、美希さんとかがご出演されてて、さらにこう深みを増す、あの物語になっていってますし、女性のねアンナの方と、役の方とかも出てきたりして、もうすごい物語に広がりがあるし、なんかもうお仕事ものですかみたいな感じの話にもなっていくので、私は結構2巻が好きだし、2巻の小野優さんの演技の方が結構好きかなって、確かにね、あの個人的には、あの聞いててすごい感じましたね、この作品本当小野優さんファンとか BLCD ファンとかそういうのをもう取っ払って、全員ちょっと一回聞いてみてくださいっていう CD になってるかなって、うんうんうん、海外でもすごい人気ですもんね、美しいからね。そうなんですね。今は新作の3作目がの CD の方が発売決定しておりますので、はい、いや楽しみすぎる。もう本当に楽しみなんですよ。何枚組になるんだろう。やばいですよね。だって2巻が3枚組だったじゃないですか、はい、やっぱそれくらいのボリュームで来るんだろうか。本当にね、
いや私本当に3巻好きで、うん、3巻が離れ離れになっちゃうんですけど2人が そこのなんかお仕事の感じとかもすごい好きだし、うん、なんか離れていっただけの意味がある感じの展開もすっごい好きなので、うん、なんかその間どうなってるんだろうって結構平野見せ場とかもあるので確かにその辺もねなんないですもんね。いやでもしてほしいな。してほしいですよね。なんかそういうところもなんか行間とかもこう覗いてみたい感じはする。なんか個人的にはあのエターナルっていう話があるんですけど、あの清居会っていう清居のなんかトップオタみたいな人たちの会に平が行く話なんですけど、うん、それがめちゃめちゃ好きで、なんかエターナルってみんなで言うんですけど、はいはい、それ聞きたい。それ聞きたいなってちょっと思う。確かに。なんか CD の特典とかでいいからつけてほしい。確かに。そこの話だけなんかボーナストラックみたいな感じでね。つけてほしいなって思ってるな。